こんばんクイクイ、ミステリー案内人です。皆さんは何でも願いが叶うというアイテムをもらったらそれを使いますか？私なら絶対使うわ。あら、ごつえさん、願いが叶うことと引き換えに代償を払うことになったとしてもですか？もちろんよ、私には何も失うものがないからね。俺の名はホワイト。ハーバートという働き盛りの息子と妻と三人で幸せに過ごしている。ある日、古くからの友人から相談事があると言われ会うことになった。一体どうしたんだ？お前が相談なんて珍しいな。急にすまない。これを見てほしい。うわ、なんだこれは。猿の手のミイラだ。インドを旅行中に手に入れてな。三つ願い事を叶えてくれるというアイテムなんだ。マジ？すっげえな。じゃあ相談ってどんなお願いするかということか？願い事はすでにした。確かに叶ったよ。しかし今はむちゃくちゃ後悔してる。相談というのはこれをどう処分するかについてだ。待てよ待てよ、処分なんてもったいない。いらないのなら俺にくれ。構わないが、願い事はするんじゃないぞ。約束だ。なんで？何でもだ。そうして俺は猿の手を手に入れ、ルンルンで帰宅した。家族にもこのアイテムは願いを叶えてくれるんだと説明し、3人で願いを考えることにした。いざ考えるとあまり浮かばないものだな。ドラゴンボールだとすぐに決まるのにね。あ、この家のローン残高分の金をくれとでも願ったら？そりゃいい。父さんも会社で降格したばかりだしな。これ以上の節約は体に悪いし。じゃあ猿の手を200ポンド与えたまえ。家族3人で本当に叶ったらラッキーだなと笑い合った。次の日。ハーバートはもう出勤したか？ええ、とっくに。寝坊すけのあなたに似なくてよかったですよ。まったくだな。あ？庭に1台の高級車が入ってきた。中から清掃した見知らぬ男が出てきて、俺はもしかしたらこの男が200ポンドをくれるのではないかと期待していたんだ。どなたですか？失礼します。私はモー&メギンズ社の者です。ああ、ハーバートが勤めている会社の方ですか。どうしました？お気の毒ですが、あなたの息子さんが業務中事故に遭われました。そのお亡くなりになられたのです。事故対策は万全で、当社としては責任を負うことはできません。しかし長年勤めてくださっていたので、せめてお見舞い金をとここに持参しました。まさか嘘だろ。その男はカバンに入った大金を差し出した。200ポンドございます。どうかお納めください。こんな叶え方をするなんて思っちゃいなかった。200ポンドなんていらない。息子を返してくれ、ハーバート。そんな気持ちでいっぱいだった。しかしハーバートはもういない。俺はもちろん妻もひどく落ち込んでいた。息子の遺体は目も当てられないほど損傷しており、かろうじて着ていた服で息子と確認できたくらいだ。葬儀後、うつろな目で妻がこう言った。あの猿の手、願い事を3つ叶えてくれるんだったわよね。何を考えてるんだ。もう猿の手は使わない。私の息子、ハーバートを生き返らせて、これですぐに帰ってきてくれる。夜も更けた頃、扉を叩く音がした。あなた、きっとハーバートよ。ハーバートが帰ってきた。妻と共に飛び起きた俺は慌てて玄関へ向かった。しかし扉を叩く音とともに、と不気味な音も聞こえる。ハーバートは損傷した体のまま生き返ってしまったのだ。これはもうハーバートとは言えない。し
かし妻は急いで玄関の鍵を開けようとしている。そこで俺はテーブルに置かれた猿の手を握りこう言ったんだ。息子を墓に戻してくれと。あなた、なんてこと。妻が鍵を開けた頃にはもうそこには何もなかった。三つ目の願いは叶えられたのだ。あバト。友人が猿の手を使うなと言っていた意味をかみしめながら、私は妻を抱きしめることしかできなかった。努力せず願いを叶えるには何か代償を払うことになるというお話ですね。猿の手はラッキーアイテムなんかじゃなかったのね。もしかして呪われたアイテム、悪魔が乗り移ってるとか。なるほど、悪魔が乗り移ってる説はありえますね。人間の欲を利用し、願った人間を不幸にして楽しんでいるのかもしれません。あら大変、キヨシのご飯作りに帰らなきゃ。甘い兄さん、またね。あら、これはもしかして猿の手かしら。まさか本当に存在していたなんて。そうだ、お願い事しなくちゃ。猿の手よ、私をミステリー案内人にしてください。この後何が起こるのか楽しみね。こんばんがいこつ、ミステリー案内人です、なんてね。母ちゃんおかえり。何それ。これは何でも願いが叶う猿の手よ。明日にはきっとミステリー案内人になってるはず。それってゾンビの手だよ。まれに毛深いゾンビがいるから要注意ですね。よかったらグッドやチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。夢の中ですれ違った、あれはまさか君。